新庄監督、YouTuberに物申す。新庄監督、前半終えて正直もうちょっと貯金は欲しかった。2桁は前半の勢いからしてみたらと率直に語りつつ、交流戦で苦しい戦いして借金さんまで行って、でまた前半戦の戦い方を今できて、なんならこのオールスター級見入らない。後半戦はメンバーを固定していくかと問われると、本当は固定していきたい、っていうか今年はそんなにいじくってない、今までがいじくりすぎてたから、で打線ちょっと変えて負けたら YOUTUBER とかにいじりすぎとか、いやいやそれ変えるやろと、データとかあるしね、で勝ったら勝ったで何も言わない、いや考えながら、ものすごく一日中考えながら打線組んで自信を持って送り出してます。清宮についてはすごかった、今日から清宮くんは寝ないです、後半戦までと独特の表現で称賛。ただ信じません、まだまだまだ3本でしょ、今の時期10本は打ってないといけない選手、ごめんなさい、もっと言ってやれ新庄、勝ったらそれが正義やもんな。新庄も意外とそういうどうでもいい批判も気にするんやな。スタメンとか打順とかもうどうでもいいから勝てばいいよ、系統ミスって負けるのがハゲる、勝った時に何も言わないのは嫌やな。シーズン完走したことない選手ばっかりだから疲労をためないようにやりくりが大変なんだろ、そんなのいちいち気にしなくてええのに、勝てば完分、これでオールスター休みってもったいなさすぎる。清宮は後半戦サードに固定してほしい。清宮トレードとか言ってたやつらをまだ許してないからな。